どうもミスター X です。今日が2019年7月1日新規一点ですね。今日からまた7月1日月の始まり、そして、後半ですね、下期が始まりますね。今年ももう半年が過ぎました。今日で過ぎましたね。今日の12時で、1年の半分が終わりました。どうですかね、皆さん目標を今年の元旦元日に立てられたかと思いますけども、まあ、その目標達成の進捗具合はいかがでしょうかということで、まあ、ミスター X 自身ですね、まあ、今年は世界一簡単な働き方改革ということで、まあ、動画をですね本当に、やっていくということを今しているわけなんですけども、まあ、6ヶ月過ぎて、いやまだ6ヶ月やってないんですよね。6ヶ月やってなくて、まあ、動画自身は2月の、まあ、3月ぐらいから本格的に始めたところなので、まだ4ヶ月ぐらいですか。4ヶ月ぐらいしかですねまだやっておりません。で、まあ、今年、まあ、これもですね世界一簡単な働き方改革ということでお話ししていくんですけども、やっぱり目標っていうのは数字と期日を設けて初めて、まあ、達成できるというもので、で今月の目標はですね、先月コミットしたチーム予祝の中でコミットをさせていただいた動画を1ヶ月で150本ですね、6月15日から7月14日までの間に150本の動画、そしてこれ5分から10分の長さですね、10分超えるのはやめましょうと、5分以下もやめましょう、5分から10分の間で自分の伝えたいことスピーチをしていきましょうっていう、動画をですね、アップロード配信しております。まあ、この世界一簡単な働き方改革もその一環でですねやらせていただいてるんですけれども、まあ、他にはトップバズの検証トップバズ収益日記だったりサラメシですね、サラメシだったり、まあ、いろんな、そのシリーズものがあるわけなんですけども、まあ、実際に今年の目標というと、まあ、あまりお金と言いたくないので、ね、お金の目標はとりあえず置いといて、で来年に向けて、来年ですねリーマントラベラーをしたいということで、まあ、どんなことかというとサラリーマンをしながら週末を使って、来年はですね全国を回りたいというふうに、計画してます。まあ、そのためにやっぱり資金が先立つものが必要で、資金がいるんですよね。資金がいります。まあ、そのための資金を今年しっかりと稼げるようなスキルを身につけて、で来年どうやってそのスキルを身につけたのか、でその考え方はどういう考え方でやったのかっていうところを、まあ、人生をですねより良くするための、まあ、セミナーっていう形でやっていきたいと考えております。もう0人でもいいんですよ、誰でも、まあ、来ていただく方は拒まないんですけども、0人でもいいというふうにですね集まっていただく方、ギャラリーは0でもいい、そこでまあ動画を撮ってですね、配信はしていくわけですけれども、まあ、目標夢の叶え方